おもちゃで遊ぶの楽しいな。あー、お腹すいた。私の助けが必要みたいね。すぐ行くわよ。どうしたの？妹を助けないと。トム兄を待ってろ。どうしたの？おばあちゃんがすぐにお腹いっぱい食べさせてあげるわよ。お腹すいた、食べたい。かわいそうに。何が始まるのかな。ドーナッツが食べたい、作って。そんなの簡単よ。わかったわ。いいね。あれ、みんなもう作ってるの？生地はできたわよ。あとは形ね。3個で十分だと思う。さあ、フライパンを温めましょう。温度はすごく大切なの。油は多めね。簡単そう。それ、おばあちゃんをびっくりさせないで。大丈夫だよ、心配しないで。オープス。次はなんだ。ああ、油か。これぐらいでいいかな。あとは待つだけだよ。みんな早い。僕もそろそろ入れよう。よし。ああ、大変だ。暑いよ。トム、なんでそんなに入れるのよ。ドーナツを助けないと。大変ね。ああ、どうしよう。僕のドーナツが台無しだよ。ああ、そんなに落ち込まないで。忙しそうね。私のドーナツはあと少しで出来上がりよ。見た目はすっごく大切なの。だから可愛く仕上げるわよ。すごいでしょ？かわいい。そうね。でも私のドーナツの方が美味しくなるのよ。ほら、みんなすごい。あ、いいこと考えた。チーズをドーナツみたいにすればいいんだよ。そうそう、こんな感じ。チートスで飾り付けするよ。まずは粉々にしないとね。ドーナツって何か知ってるの？よし、トッピングとして使おう。おお、いいね。おいしそう。なんか物足りないな。あ、ちょっと借りていい？Okay. いいわよ、ありがとう。フライパンはいらない。アルミホイルはいる。ドーナツを巻いてコンロに置くよ。あとは少し待つだけ。よし、できた。食べてもいいよ。どれどれ。あ、全部美味しそう。これから始めるわ。美味しそう。中にジャムがある。最高。次はこっち。Okay. シンプルね。ただのドーナツ。まあまあかな。これは何？チーズドーナツ。すごい。でも甘いものの方が好きだからシェフの勝ち。やった、そうだと思ったわ。今度はサンドイッチが食べたい。わかったわ、絶対に負けないわよ。それなら作れるさ。でも僕が作るのは甘いサンドイッチだよ。ヌテラを塗るんだ。そう、いい感じ。できたよ。あとはマシュマロだね。完璧だ。
あとはチョコレートだね。カラフルなグミも入れようかな。ソースも忘れずにかけるよ。すっごく甘くて美味しいサンドイッチになりそう。できた。トッピングもかけようかな。あら大変、すごく甘いじゃないの。私は普通のサンドイッチを作るわ。ハムとチーズを入れて少し焼くの。ひっくり返したら出来上がりよ。いい感じね。Okay. ついにひっくり返すわ。Oh, man. つまらないわね。Come on. 私はパンをよく焼くわ。パーフェクト。Cool. サラダにトマト、そしてじゃーん。肉がないの？何よそれ。隠し味はカタツムリ。こんな感じ。あらあら、貝殻はいらないの。気持ち悪いわ。そんなの誰が食べるのよ。何よその貝。この貝もサンドイッチに合うわ。とてもまずそうね。これは高級料理っていうの。何か足りないわ。あ、そうよ、ブリーチーズも入れるわ。魚介類との相性が抜群なの。もう我慢の限界よ。おばあちゃん頑張って。 oh, man. さあ出来上がり。 I got it. Yeah! 何それ、oh, man. 準備はいい？あーすごいサンドイッチ、食べてみるわ。え、何これ、気持ち悪い。こんなの食べない。Oh, no! このサンドイッチの方が美味しそう。甘いもの大好き。美味しい。最後のサンドイッチも食べるわ。美味しい。最高よ、おばあちゃん。おめでとう。やった、やったわ。今度は何？今度はシーザーサラダが食べたい。いいね。やっとだわ。すごいのを選ぶわね。じゃあ始めよう。トマトを切るのって難しいんだね。あ、なんだよ。トマト見てろ。何してるのよ。気をつけなさい。トマトはこんなに簡単に切れるのよ。ほらできた。これだけよ。レタスの方に入れるわ。チキンだってたくさん入れないとね。完璧よ。またまたすごいことになりそう。いいこと考えた。新鮮なルッコラとあるものをブレンダーでしっかり混ぜるの。さあ行くわよ。いい感じ、できたわ。また調子乗ってるわね。小さなお鍋に出来上がった液体を注ぐわ。何してるのかしら。知らない。変なの。まあ関係ないか。大きな注射器とストローでほら不思議。ソーセージの出来上がりよ。サラダ葉っぱとトマト、そしてチキンを入れるの。見ててね。ちょうどいいサイズね。そしてラスクにチーズ。絶対に美味しく仕上がるわ。
出来上がり。ビンゴー。あら、チーズのことを忘れるところだったわ。よし、何してるの？野菜を切るのは楽しいね。ああ、また何もうまくいかない。いいこと考えた。ガムをサラダ葉っぱの代わりに使ってみるよ。 OK。 いい感じだ。目玉グミも使えるね。 Awesome。 あとはマシュマロとミミズグミ。綺麗なサラダになるぞ。できた。センスがないのね。できたわよ。見てみるわ。このサラダから始める。何これ、まずい、食べられない、絶対に無理。次のは普通のサラダね。こっちは面白そう。おいしい。このサラダの勝ち。やったね、僕が勝ったよ。一番目に回すのは僕ね。やった、アイスがたくさんある。夢みたいだよ。今度はケイト。目が回ったわ。何かな。Oh, no! なんで私なのよ。唐辛子って辛いじゃない。美味しいケーキが感じられなくなるわ。確かに唐辛子が乗ったケーキって恐ろしいね。でも鮮やかで美味しいアイスはいいトッピングになるよ。アイスをケーキの上にそのまま乗せようと思うよ。あとはケーキをもっと高くしたい。アイスクリームがもっともっと必要だよ。ほらね。わあ、すごい。味だってすごく美味しいはずだよ。食べてみたら感想を教えるね。わあ、思った通り美味しいよ。ケイトも食べてみたい？欲しい。欲しいの？でもあげないよ。自分のケーキがあるでしょ。 OK。 カモン！早く食べて。火事にならないといいんだけど。トム、幸運を祈って。口の中が燃えてるわ。大変よ、もう食べない。こんなのただのいじめよ。そうか、それなら罰ゲームルーレットを回すよ。どんな罰ゲームになるかな。ダバスコソースだ。これでケーキがもっともっと辛くなるね。なんてことしてくれたの。ケーキが赤くなったじゃない。燃えちゃうわ。火事が起こったらトムのせいよ。辛すぎて何も感じられないわ。あはは、耳から蒸気が出てるよ。私、飛んでくみたい。どこに？ケーキはどうするの？今回は私たちが自分でルーレットを止めるのね。目をつむって止めるわ。マヨネーズとピクルス？私が作りたいのはサラダじゃないんだけど。残念だね。僕はラッキーだと思うよ。お菓子がいいな。ずるいじゃない、やり直しよ。 No。 ずるくないよ。ケイトが邪魔するなら罰ゲームルーレットを出すよ。僕のチョコレート菓子はどこ。ヌテラとブエの大好き。私はすごく高カロリーな食べ物を作らないと。マヨネーズって油だけでできてるみたい。ヌテラは美味しいよ。一生食べてたいな。マヨネーズってケーキに塗りにくいわよね。すごく脂っこいんだもん。いいこと思いついた。ヌテラだって塗りにくいけど、ちょっとずつ塗れば大丈夫だよ。見ててね。
すごく美味しそう。わっ OK。 あとはヌテラを伸ばすだけ。そうすればどこから食べても美味しくなるよ。私も食べてみるわ。あ、顔がチョコだらけになった。やった、美味しいものが食べられる。もう何なのよ、このマヨネーズ。やっとできたわ。でも見た目がビンゴー、なんか完璧じゃないような気がする。どこがダメなのかな。その間に私はマヨネーズを伸ばしとくわ。わかったよ。上の層をもっと薄くすればいいんだ。何これ、マヨネーズ。誰のせいかわかったぞ。ケイトのせいでケーキが台無しだよ。なんてことしてくれたの。僕の邪魔をするからそうなるんだよ。外すの手伝ってよ。ごめんね、時間がないんだ。チョコレートをトッピングしないと。すごく大切なことなんだよ。これで完璧。ピクルスはどうしよう。手だって使えないから難題ね。見て見て、すごく大きいチョコレートケーキができたよ。私も欲しい。ちょっと食べさせて。私も分けてあげるから。ケイトのケーキなんかいらないよ。僕のだけで十分。すごく美味しい。みんなも同じようなケーキを食べてみな。気に入らないとは思うけど、私も食べないと。すごい顔だね。最悪なケーキよ。今度は何かな。わあ、綿菓子だ。やった。私も何か美味しいものだといいんだけど。え、ろうそくじゃない。ろうそくを食べないといけないんだね。見るの楽しみ。僕は綿菓子を食べるよ。ヒゲを作って遊んだりもできる。アゴヒゲも作れるわよ。僕は海賊だよ。やっぱり綿菓子って最高。美味しいし楽しい。そうね、私も食べてみるわ。いいでしょ。美味しい。美味しいだって。返して、僕の綿菓子を食べないで。ケーキのトッピングなんだからたくさんないと。唐辛子って粘土みたいに使えるんだよ。ウサギとかアヒルを作ればすごくいい感じのケーキになるはず。すごくかわいいでしょ。食べる時が来たよ。やっぱり美味しい。ろうそくがあるケーキっていいけど、どうやって食べればいいの。火をかき消すだけでいいんじゃないの。でもいい感じね。そうだね、いい仕上がりだね。ろうそくに火をつければもっと良くなるわ。それで火が消せるね。面白いと思うの。探知機が反応したじゃない。あ、私たち濡れちゃうわ。僕はなんてことを。何も見えないよ。全部トムのせいよ。ケーキが無事でよかった。僕のは無事じゃないよ。でも美味しい。私も食べてみるわ。ろうそくの味は感じるけど、ケーキはそれでも美味しい。みんなはどのケーキが食べたい？コメント欄で教えてね。じゃあね。